やっぱり辛かったのは下半身の脂肪吸引、はい、一番でも効果を感じたのも下半身の脂肪吸引だと思います。本日は愛子先生に全身の脂肪吸引をしたということで、その経過っていうのをご紹介できたらと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。愛子先生は約半年ぐらい前に一度に全身の脂肪吸引をさせたんですね、はい、下部位としては二の腕とあとウエストと太ももで、その脂肪をおでこに入れる脂肪注入したんですけど、はいはい、なかなか全身の脂肪吸引を一度にする方っていないと思うんですけども、今回はお仕事をしながら、まあ、女優さんってこともあるんですけども、はい、勇気を出して、はい、全身の脂肪吸引を一回にしてみようということで、はい、全身の脂肪吸引をしてみました。全員が全員全身の脂肪吸引を一度にできるわけではなくて、全身の脂肪吸引ができるためには手術前の採血とか、あとは例える脂肪の量とか、まあ、総合的な判断になるんですけども、まあ、そういうのを全部クリアして見事全身の脂肪吸引ができるようになったということで、今回はその経過団体も含めた経過皆さん知りたいと思いますので、医師の目線で女医さんの立場でちょっと聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まず、まあ、全身の脂肪吸引を検討している方も中にいると思うんですけども、二の腕とかウエストとか太ももやって、一番ダウンタイムが辛かったなっていうのはどこでした？まあ、どこも大きな場所にはなってくると思うんですけど、やっぱり辛かったのは、お尻、太もも、膝、下半身の脂肪吸引が、やっぱり辛かったです。じゃあ、一番変化を感じたなって思う部位はどこでした？一番でも効果を感じたのも下半身の脂肪吸引だと思います、はい、やっぱりもともとすごくお尻も大きかったですし、うん、太ももも太くってズボン入らなかったりとか困ってたので、うんうん、それがいろいろ解消されたなって実感しやすい場所でした。もともとついてる脂肪の量とかって、はいはい、多分二の腕とウエストが太ももだったら全然違うんですね、はいはい、太ももが一番脂肪を取れたので、うん、まあ、そういった方は取れた脂肪の分だけ変化を感じやすいのかなっていうのと、はい、ダウンタイムっていうのは個人差あるんですけども、脂肪がたくさん取れた人の方がやっぱりダウンタイムが出やすい傾向にはあるのかなと思うので、今回は太ももが一番取れましたので、はい、ちょっと一番辛かったのかなって。そうですね、はい、思いますね、はい、ただ、まあ、手術前に思っていたよりは乗り越えられるダウンタイムだったなとは思いました、うんうん、実際にもうお仕事もされてたと思うんですけど、うん、何日目ぐらいからまあ仕事をされて、はい、あと一番辛いなと思う時期は、うん、例えば何日目とかってありました？今振り返るとまず当日翌日は私結構その麻酔が弱いのか結構ぼーっとしてたんですね、はい、なので翌日は結構もう眠くて寝てたんですけど、うん、3日目とか8日目とか普通に勤務をしたんですね、うん、実はただそんな走ったりするような仕事ではないですし、まあ、手術とかも入ってたんですけど、目元の手術とかこう手先のお話なので肘を曲げたりとかっていうよりは手首とか前腕とかの動きだったので全く仕事には支障はないかなと感じたんですけど、ただやっぱり通勤が大変で一番通勤が辛いなと思ってたのは翌日翌々日も辛かったですけど、4日目とか5日目が結構むくみが来たので、それでなんかこう足が重いような感じがあったので、歩く時にこうよしよしみたいなこう左右に体を揺らしながら歩いたり、まあできるだけエレベーターエスカレーターに乗って動いたりっていうのをしました。脂肪吸引すると重力の影響でどうしてもむくみっていうのは下の方に来てしまうんですね。なので二の腕の背中とかのむくみもウエストとか腰とかに落ちてきますし、ウエストのむくみも下半身に落ちてくるので、はい、しかも太ももやってるじゃないですか、ね、だから余計やっぱ下半身っていうのは全体の上半身のむくみも下半身に来てしまうのでより辛かったのかなと思いますので、はい、全身の脂肪吸引を検討している方はこのむくみちょっと自分が想像してたよりも、まあ、辛いか辛くないかは個人差になるんですけども、まあ、一応あるってことを参考にしていただければと思います。あとはやっぱり脂肪吸引全身すると、はい、例えば洋服とか、はい、なんかそのいろいろサイズが変わるのかなって僕自身思ったんですけど、その辺はどうでした？そうですね、なんかすごくピチピチな服を着るわけではないので、うんうん、こう買い替えたりっていうわけではないんですけど、もともとそのもう本当に足が太いのがコンプレックスで、ズボンとかはもう、うん、
書きたいけど、店員さんにこう勧められて買ってしまうんですけど、もう10年ぐらい本当にズボンを履いてなくって、お蔵入りになっている服が何着かあったんですね。で、まあ、いろいろむくみとかも落ち着いてきた3ヶ月後ぐらいから、ちょっと思い切って、よしって履いてみたら、ズボンのこう隙間がたくさんできていて、すごく嬉しくって、結構そこからこうパンツスタイルみたいなのを履けるようになりましたし、やっぱり今のシーズン夏なんですけど、もう二の腕のもりっとしたこうハミ肉がなくなったので、ノースリーブとかも結構思い切って着るようになりました。もう去年とかそんなのも全然着てなかったです。着たとしてもこう上に何か羽織って隠してたんですけど、今はもうちょっと丸出しでチャレンジして見てます。はい、よかったです。そうなんですね、全身の脂肪筋をすると今まで着れなかった服を着れるようになった時は本当に多いですし、特にズボンも、なかなか本当に履けないとか今まで履いたことすらなかったっていう人がやっぱりファッションを楽しめるっていう意見も多いですので、ファッションの幅が広がる、いろんな洋服を楽しめるっていうのが体を作るボディメイクの脂肪筋なのかなって思いますので、全身の脂肪筋は1回でやるのもいいと思うんですけど、分けてやってもファッションは楽しめると思いますので、そちらも参考にしてみてください。あとは、全身の脂肪筋するとダウンタイムすごい辛いと思うんですけども、何かそのダウンタイムを過ごす上とかで、何か意識したこととか、気をつけたことが、他の方教えていただきたいんですけど、そうですね、術後すぐの時期はやっぱりむくみで結構悩む時期があったので、できるだけその着圧の上半身だったらボレロ、下半身だったら圧着着のスパッツみたいなガードルをもらうと思うんですけど、それプラス自分で持ってる着圧のストッキングを重ね履きしてました。そうするとやっぱり履くの大変なんですけど、1日終わった後の足のむくみ具合が全然違ったので、重ね履きはおすすめだと思います。あとはその普段の食事ですね、やっぱり脂肪吸引すると多少ちょっと貧血が進んでしまったりとか、水分が抜けてしまったりとかで脱水とか可能性はありますので、できるだけ水分取ったり、貧血の予防になるような鉄分を含むような食材とかをできるだけ取ったりっていうのをして、そうですね、なんか鉄入りのヨーグルトとかいっぱい飲んでた記憶があります。あとは3週目4週目ぐらいから、私もともとアトピー肌だったんで結構乾燥がきついたんですけど、それで痒かったりとか、もう皮脂がわーってこう舞ってしまったりとかしたので、もう1日何回も保湿クリーム塗ったりとかして肌のケアを気をつけるようにしました。2、3週目ぐらいから拘縮が結構強く出てたので、さすったりとか硬くなってるとこほぐしたりすると少し楽に過ごせたかなと思います。そうですね、ダウンタイムの過ごし方本当にいろいろあると思うんですけども、一番大事になってくるのは僕は保湿なのかなって思うんですね、マッサージは最悪しなくてもいいと思うんですけど、保湿とかっていうのは保湿するだけで痒みもなくなるし、ダウンタイムも本当に楽になるんですよ。なので何か一つやってみたらいいなっていうのがあれば、僕は保湿なのかなって思いますので、もともと乾燥肌の方とかっていうのは一つ参考にしてみてください。今回は女医の愛子先生に全身の脂肪筋をした場合のダウンタイムとか、その後の過ごし方とか、どのようにして変化したのかっていうのを貴重な意見を聞いてきましたので、全身の脂肪筋を検討している方っていうのは参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンを押して応援お願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。